やっぱりここにします。ここのエリアにテント立ちます。え、もう一匹来るの。全然やらなかった。やっぱり山行かないとダメだ。ただいま青森。足のマウス意外と使えますね。いや、まだ電気でバッテリーの充電をしながら洗濯を待ってます。近くのコインランドリーで洗濯します。家がないと大変だね。勉強だ。青森に帰ってきたらもちろん八甲田山に行きます。スカイユーのキャンプ場に泊まる予定です。さっき電話したら秋があるという話を聞いて、テントを張ってから頂上まで行けるかな。スカイユーの水必要だ。わ、冷たい。どうやら水はこの石の中から出てくる。どういうこと？わあ、美しく見える八甲田山。とりあえずキャンプへ行ってみよう。あともう一つですね。入り口にあのロープ張っちゃうんですよ。ロープはですね、ただ紐を引っ掛けてるだけなんで、もし夜に引っ掛けることだったら外して、また元に戻してもらえれば大丈夫です。はい。はい、さあ、どこがいいか見てみよう。なんとかできた。うん。いいんじゃない。そして作ってる間に充電、今のところは 87%。 ジャッカリーのソラパネル、今夜のネットフリックス楽しみだ。八甲田山に来ています。スカイの後ろから大岳まで登りたいと思います。そして登ってる間にオリンピック期間の思い出を皆さんに伝えたいと思います。よかったら一緒に来てください。行きましょう。ああ、涼しい。オリンピック行く前から3年ぐらいかけていろんなセミナー、そして東京、それから仙台に行っていろんな勉強会に参加してこのオリンピックに行くことができました。疲れた。今39歳。その前のオリンピックは1964年。今2021年。次のオリンピックまで僕が生きてるかどうかわからないので喜んで参加しました。昨年世界中にコロナが広がった時は大会を楽しみにしていた方たちと一緒に僕もがっかりして開催を楽しみにしてました。2020年、ずっと青森にいる間に大好きな青森のいろんなところにいて、おお、こんにちは。その中の一つは大島でした。そこの美しさに引っ張られて皆さんと一緒にちょっと掃除をしました。とにかく2021年にオリンピックが開催しますということが分かった時は喜んでシフトを
受け入れました。そのシフトは鹿島スタジアム、茨城にある鹿島スタジアム、それから札幌ドームです。オリンピックは観客なしで行うことも聞いて7月の21日に東京へ出発しました。行く前に妻に言われました。ミハイもし行くなら帰ってくるときは家には入れないよ。そこがスタートでした。今日は7月31日です。札幌から帰ってきて思い出いっぱい集まった1週間ぐらい皆さんに伝えたいと思います。1日目は車で茨城の鹿島スタジアムの近くのホテルまで出発しました。長い旅で車の中でラジオ聞いたり、友達や家族とビデオ電話をしたり、そしてその日のピークは晩ご飯のところでした。晩ご飯食べたレストランの店員さんは帰りに感謝の気持ちを見せたくてお辞儀が90度ぐらいになりました。あ、すいません、ありがとうございました。はい、お客様でした。ありがとうございます。気をつけてお帰りくださいませ。おはようございます。おはようございます。その日は長い旅よりも暑さのことよりも、まあ、新しい景色を見るよりもその方の挨拶忘れられないですね。キノコだ。2日目の東京オリンピックの旅は暑かったです。朝早く来て着替えてから周りの田んぼに走りに行きました。田んぼは綺麗だったんだけど、はっきり言って青森の空気が恋しくなりました。その朝はいろいろ準備して着替えてオリンピックスタジアム鹿島の方に向かいました。スタジアムの中にはカメラ一応持って行きましたが、撮影禁止となっていたので好きなようにビデオとかは撮ることができなかったんです。その代わりにその場で会った素敵な方々にいろいろお世話になって一緒に楽しい思い出を作りました。まあ、ここのボランティアのオリンピックの活動が何があったかというと、鹿島スタジアムにサッカーの試合があって、試合が終わるたびに私たちのグループ9人ぐらい、英語とか日本語とかスペイン語、韓国語、ルーマニア語できる方たちがミックスゾーンっていう場所まで行って、そこでメディアの方たち、特に記者の方たちと選手たちの間に入って必要な通訳をやってました。観客はスタジアムにはいなかったんだけど、いろんな方たちとすれ違う場面があるので、念のためマスクを3つをつけることになりました。東京オリンピックのマスクと白いマスク、普通のマスクと、それからフェイスシールドをつけて通訳やりました。なかなか大変なことなんだけど、なぜか声がたまに取らないし、賑やかだし、いつもより大きな声で話さないといけないし、いろいろあったけど今は無事函館山を登ります。まだ帰れないけどね。今日から2週間キャンプをします。あちこちのキャンプを体験します。鹿島にいた日はルーマニアの選手たちも試合あって、そしてなんと勝ちました。オンゴールだったみたいんだけど、勝ちました。いろんな意味でいい一日になりました。ボランティアの通訳の活動もできて、ルーマニアの選手たちも勝って、いろいろ新しい経験もあって、素晴らしい方たちにも会って、なんといい一日だったんです。夜11時半に渡った時はもうぐたぐただったんだけど、ホテルに帰ってゆっくり寝ることができました。3日目と4日目は青森に住んでいた家族と茨城県の北にあるキャンプ場に行く約束をしました。僕と夫婦2人とめんこちゃんたち3人と一緒にそのキャンプに2日間泊まりました。キャンプに詳しくない僕には経験がある方たちと一緒に行って本当に助かりました。 No beef, no pork, no chicken, no eggs, no milk。 そろそろカレー食べるか。ね、鹿島と比べて気温が低くて夜中はぐっすり寝ました。
昼間は暑かったのでいろんなことやりました。川行ったり釣り行ったり近くの滝、それから観光地の場所に行って美味しいご飯食べて美味しいご飯作って、いやとにかく楽しかった2日間です。難しいか大体は渡るのか。暑いですね。5日目の鹿島も暑かったんです。素敵な家族と別れて、次回いつ会うかわからないので、さあちょっと寂しいけどまたいつか会えることを楽しみにしてます。その後鹿島に行きました。もちろん2日目の鹿島も撮影することはできなかったんだけど、鹿島スタジアムに向かってます。そしてなぜか車の GPS のエリアはここから黄色くなってます。着いた。この旅の5日目は鹿島スタジアムに戻って、その日もビデオの撮影はできなかったんだけど、写真が撮れる場所で思い出を集めました。その日昼間にチームも試合やって、確か韓国と試合やって負けたんだけど、ボランティア関係で記者会見のところとかメディアミックスゾーンのところとかドーピングゾーンとかいろんなところに参加できました。疲れたな。今日はもうちょっとして登って戻ろうかな。スカイ温泉に入りたい。一回休憩します。この旅の6日目の朝はオンラインでレッスンが終わって、その後準備して青森に戻りました。長い旅の中間、郡山あたりで後ろからウィーン、止まってください。警察の車でした。1週間前にゴールド免許を手に入れることができました。人生初のゴールド免許。80キロのところ僕は104キロで走ってたみたいです。高速で80キロ走ることはあまりないですね。高速って言いますよね、晴れてる日に。とにかく2ポイント取られて、それから罰金15,000円。イエーイ。1キロ後出口があって、普通のスピードでまた走ることができました。なんとその1キロで捕まったんですね。何かの意味がありますね。それはミハイ気をつけてっていう意味でしょ。その夜は無事に青森に帰ってくることができて、お、お当たり13,400円プラス15,000円の罰金。いい旅になりましたね。大当たりだ。そしてホテルでゆっくりお風呂入って、ぐっすり寝ました。次回は札幌の旅について、それから札幌ドームでのオリンピックの思い出も伝えたいと思います。もうちょっと上がったら戻ってスカイに入ります。それではまた後で。ふた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 、もう一回寝よう。